朝食。視聴者からの疑問や悩み、暮らしの中のハテナを調査する HBC モンスケ調査隊です。今日のテーマはこちらです。痛くない注射って何？調査員が Facebook で気になった投稿について調査しました。新型コロナウイルスの感染拡大が収まらない中、インフルエンザの流行シーズンが近づいてきました。予防接種を受ける人も多いですが、針を刺される痛みと注射は怖いものというイメージから、毎年泣く子どもが続出するインフルエンザの予防接種。辛い思いをしないで済む方法はないのでしょうか。調査員が調べていると、痛くない注射？早速調査開始です。モンスケ調査隊。インフルエンザの予防接種、痛くない注射をしているクリニックを見つけました。千歳にある緑町診療所です。そもそも注射ってなんで痛いんでしょう。稲熊院長に聞いてみました。注射の痛みの要素は3つあります。まず針そのものの痛さですね。それから注射液の性質、それから本人のですね、恐怖心による痛みというのがあります。痛みの要素は3つも。緑町診療所で使っている痛みの少ない注射のポイントは、できるだけ細い針を使ってあげるということです。一つ目は針の細さ。この診療所で使う注射針は直径 0.3 ミリから 0.4 ミリ、通常使われる針の半分ほどの細さなんです。二つ目は、注射を打つ前に腕をぎゅっとつまみました。つまんだ痛みで針が刺さる痛みを感じづらくします。そしてつまんだ状態から緩めた瞬間に注射液を注入することで注入の痛みが和らぐといいます。そして最も大切な3つ目は、でこっちの手でこっちの手を持ってあげて、キュッとね、はい、お姉ちゃん頑張ったぞ。患者さんの恐怖心を和らげるために事前にきちんと説明をすることと、痛くない姿勢で注射を打ってあげること。実際に予防接種をした人に聞いてみると、針は痛かった？痛くない、怖くない。針の痛みは感じなくて、その後ちょっとチクッとしたような気がするんですけど、全然大丈夫でした。今までの半分以下の痛みだと思います。打つ前にこう揉んでくださったのが、その感覚が頭にあったので、刺した時分からなかったです。稲熊院長が痛みの少ない注射を考えたきっかけは、自分自身がかなり怖がりで注射が嫌いでしたので、なんと院長自身が注射を打たれるのが嫌いだったため、注射が上手な医師にいろいろと方法を教わったそうです。そんな院長、予防接種にはこんな思いを持っています。子どもさん本人にも注射をですね、親子一緒に乗り越えることで恐怖のトラウマになるような体験というよりも、ね、成功体験につながるように工夫しています。